相談有馬に行こう後編にようこそ。ここは炭鉱の湯殿館、豊臣秀吉が作った温泉跡で、有馬温泉の歴史資料館です。入場料は200円。興味があったら入ってみてください。通りの反対側が念仏寺。ここはねねの別邸跡と言われて、庭が美しく、神戸七福神巡りの一つになっています。この辺りは寺田町といって、お風呂上がりのお散歩コースにおすすめの場所です。魔除けの鬼瓦があちこち置いてあるので、ぜひ見つけてみてください。さて、テクテク歩いてくると見えてきました、あの黄色い壁、ここが銀の湯。有馬っていうと赤いお湯の金の湯が有名ですが、こちらは無色透明、源泉かけ流しで、入った後はお肌がすべすべになるらしいです。入ればよかったかな。ちなみに料金は大人が550円、金の湯とセットにすれば850円で両方入れるという、さすが関西、割引が素晴らしい。ここは炭酸坂、炭酸公園に続く細い路地になってます。右側のお店は炭酸せんべいの老舗。このゆるい坂道を登っていくと、湧き出る自然の炭酸水を飲める公園があります。炭酸坂を登り切ると到着、ここが炭酸泉源公園です。公園の奥に屋根付きの柱のある神社のような建物があって、この下に井戸のようなものがあります。ここから炭酸泉が湧き出ているようです。ここの温泉は温度が18度と低いので、湯気は出ていません。匂いもしませんね。ここから湧き出る炭酸水を瓶に入れると蓋が飛んでしまうことから、鉄砲水と呼ばれたり、昔は砂糖を混ぜてサイダーとして飲まれていたそうです。ではここで実際に飲んでみたいと思います。有名な有馬の名物炭酸せんべいは、この炭酸水を使って作っていたんですね。で、飲んだ味は炭酸のシュワシュワっとした感じと、鉄っぽい味がして、正直美味しくはないけれど、まあ話のネタにここを来られたら、ぜひ試しに飲んでみてください。備え付けのコップはないので、まあ、何か持っとくといいですね。まあ、皆さん直接もう口に含んでいる人もいらっしゃいました。炭酸水は良質で飲用に適していると確認されていますので、安心して飲んでみてください。炭酸泉源公園を出てすぐ隣に、元祖炭酸せんべいの見積もり本舗があります。ここの炭酸せんべいはすべて手焼きで、工房の見学もできるので見に行きましょう。出来たての炭酸せんべいが店頭にたくさん並んでます。最近はクリームの挟んだせんべいもね、人気があるそうですよ。まあ、こちらで、せんべいを焼いていらっしゃいまして、
昭和30年頃から使われている分厚い鉄板の型に適量の種を落として焼き、その後もう一人の方がはみ出した部分をこう手作業で削って丸く仕上げる。焼く型と削る型の呼吸を合わせて一枚のせんべいになるそうです。シンプルな炭酸せんべいの他にもクリームを挟んだタイプが人気が出てるそうですね。バニラ、チョコレート、ストロベリー。私のおすすめはバニラとストロベリーです。ここは唐揚げのお店ですね。学生さんたちがね、美味しそうに食べてました。こちらは栗のお店、秋らしいです。栗のソフト、ソフトクリーム。いや、日本の温泉って本当美味しいものが多すぎて、いやいや、これはお腹いっぱいになってしまいます。こちら有馬温泉は日本で最も古い温泉とも言われていて、日本三大名湯の一つです。その三大名湯とは、ここ有馬温泉と岐阜県の下呂温泉、群馬県の草津温泉です。皆さん、三大温泉行ったことありますか？どの温泉地に行ってもやはり町散策が楽しいですよね。食べ歩きをしたり、お土産を買ったり、足湯を楽しんだり。その有馬温泉で、足湯が楽しめるのが金の湯にあります。有馬温泉に来られたら、まず観光案内所に立ち寄って散策マップをゲットしてください。坂道が多い町なんですけど、結構コンパクトにいろんなお店がまとまっています。では、ここからまた階段を上っていきます。お寺の門ですかね。ちょっと私今地図を持っていなくて、とりあえず階段があれば上ってきました。人が誰もいないんですけど、ここも中は入れるみたいです。落ち着いた雰囲気のお寺、善福寺です。場所は有馬温泉バスターミナルから通りを挟んですぐのところ。階段がちょっとありますけれども、春はしだれ桜、秋は紅葉が美しいお寺です。こちらもね、よかったら来てみてください。いい足の運動になりますよ。お寺の奥に抜け道があって、ここからですね、山の上まで登っていきます。展望台があるので、有馬の街を一望できそうです。それでは頑張って登りましょう。ところで、山歩き、登山の好きな方ですね、神戸では有馬まで、六甲山を横断するトレッキングのコースがあります。だいたい2時間3時間ぐらいですかね。そして有馬に到着すると、温泉に入ったり、足湯で、リラックスしたり、食べ歩きなど楽しめます。ところで、有馬温泉では、いくつかのおすすめの食べ歩きのお店がありますが、まずジェラート、ね、アイスクリーム屋さん、あとは炭酸せんべい、そしてコロッケ、ソフトクリームやさつま揚げのお店などあります。他にも温泉まんじゅうとか、有馬の山椒
を使ったパン屋さんなどもありますよ。さあ、展望台まで登ってきました。ここから六甲山、有馬の温泉街、街並みが見えてます。天気が良くて秋晴れ、綺麗な景色が広がってますね。後ろのこの白いテント何かなと思っていたら、有馬グランドホテルのバーベキューの施設です。それではせっかくなので、有馬温泉で最も人気の高いホテル、こちらが有馬グランドホテルです。ロビーが広くて豪華なので、少し紹介をしたいと思います。綺麗ですよね。広いロビーです。土曜日ということで、やはり、宿泊の方も多くいらっしゃいました。そして、あ、こっちはレストランです。和食と中華料理のお店があります。愛犬バラ風呂、なんとペットのワンちゃんが入るお風呂、温泉なんですよ。そしてバラが浮かんでます。まあ、なんと豪華な、愛犬バラ風呂。うちのクマも連れてきてあげたいけど、クマは多分走り回るでしょうね。こちらの売店では有馬の美味しいものがたくさん売っていました。県民割引の期間中、ぜひね、来てみたいところです。それでは、ここから外の庭に出ていけますので、庭もとっても豪華なんです。こちらのホテルは宿泊だけじゃなくて、温泉とランチがついた日帰りプランもあります。和食、洋食、中華から選べるランチと、そして大浴場の温泉、アフタヌーンティーのプランなどもあって、なかなか、ね、良さそうですよ。あとさっきのバーベキューもね、あります。いつか泊まってみたくなる大きなホテルです。こちらが駅までの無料送迎バス、私もバスに乗せてもらって有馬温泉駅まで行きます。歩いても10分ぐらいなんですけど、このホテルは高台にあるので、行きは上り、帰りは下りになります。15分おきにホテルと駅を結んで運行されています。日本最古の温泉と言われる有馬温泉、あの豊臣秀吉も入ったと言われることで有名です。療養泉として指定されている9つの成分の中で7つもの成分が含まれているお湯、世界的にも珍しい温泉なんです。赤茶色の金泉と無色透明の銀泉、2つの違った温泉を楽しむのも面白いですよね。では有馬温泉駅に到着です。電車に乗って帰りましょう。ここから一駅、有馬口駅まで戻ります。
ここから神戸の中心の三宮駅までは電車で約30分、大阪駅までは約1時間。また伊丹空港からもバスを使えば、30分で来ることができます。有馬温泉、とても楽しいところでした。あと紅葉の季節、ぜひ、機会があれば来てみてください。有名なところだと瑞宝寺といって、そこは炭酸泉源公園から歩いて10分ぐらいの場所だそうです。日帰りの有馬温泉の旅、前編後編とご覧いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。